度来たらその足をちぎってケツから突っ込んで奥までつま先をかませてやる。ゲラルト、相変わらずいい時に現れるじゃないか。ゾルタン、相変わらずいい蹴りをしているようだな。あいつらは何だ？ここらじゃよく見る連中だ。ちょっと出た隙に乗っ取られたってことさ。さて、大掃除が必要だな。全部片付けなきゃいかん。手伝ってくれるか？もちろんだ。どうした、やる気出せ。昔を思い出す。そうだな、まるでバージェンにいるかも。よし、片付いたようだな。さあ、神の名のもとに再会を祝おう。久しぶりだな、友よ。ああ、ゾルタン、元気そうだな。最近よく鍛えてるのさ。戦争のせいでマハカムの蜂蜜酒は手に入らないが、レダニアのビールは変わらずうまい。しかし、お前は少しやつれたな。悩みでもあるのか？いろいろあってな。お前を巻き込みたくない。ふざけるなよ、ゲラルト。俺には全部話せ。シリを探してる。ノビグラドに来たのは分かってる。まだいるかもしれん。つまり、あの子が戻ってきたと？ああ、今会っても気がつかないかもな。何年だ？ 6 年？ 7 年か。しかし、あの子はここで何を？おそらく隠れている。危険が迫っているようだ。夢で見たのか？何度かな。彼女とワイルドハントの夢だ。うん、そりゃまずいな。ああ、ただこの町でダンディリオンと会ったのは確かだ。だとするとちと厄介だな。いくつか問題があってな。当ててやろうか。トリスだろ？それともイエネファーか？トリスとは話をしてケリはついた。イエネファーはその見つけたのか？全部話してくれや。話すがまた今度だ。今はそれよりもう少し大事な話がある。ほう？ダンディリオンはどこだ？おいおい、俺が知ってるとでも？やつに聞かなきゃわからんよ。見ての通り戻ってきたばかりだ。温かいイノシシ肉と冷たいエールが迎えてくれると思ったら、実際はどうだ？めちゃくちゃだ。ダンディリオンはいない。酒場は宿なしどもで満員。何があったか見当をつか。その辺を調べてみるか。足取りがつかめるかもしれん。手始めに奴がよく書き物をしてた一階を調べてみようぜ。何？トゥサンの辛口ワイン10タル、ソドンの蜂蜜酒5ケースか。変わったものはないようだ。待て待て、それこそが探していたものだ。やつの手帳だ。ダンディリオンは本気で酒場を経営するつもりか？全勢力を傾けてるぞ。あんなに夢中なのは初めて見た。奴が遺産としてこの立派な店を受け継いだとき、立派な店主になる責任も受け継いだのさ。帳簿もその一環だ。そして人と会う予定もメモするようになった。仕事もプライベートも含めてな。さて、最近会った相手は？ほら、会ったぞ。どうやら最近は女とばかりだな、あの野郎。悪くない考えだ。奴なら女にいろいろと話しているだろう。そこから足取りがつかめるかもしれない。つまりそういうことだ。俺はこいつとこいつで、くそ、面倒だ。俺はこっちの女どもに話を聞く。お前はそっちだ。いいな。ゾルタン、待て。これは死だ。
あの男が詩を書くのが何か不思議か。なるほどな。終わったらここで会おう。分かったことを教えてくれ。了解。行く前に少し片付けないとな。こんな惨状の中に帰ってくるなんて考えたくもない。お前も行く前に自分の文を読んでおいた方がいい。何か必要なら隣にいるぞ。まだいたのか。探し物か。なくなってるものがないか確かめるだけだ。バカが金目のものを持ち出してないかと。いや、残っていてくれて助かった。いくつか聞きたいことがある。シルクの肌触りを愛する彼女も熱情にとらわれれば藁の中に身を投げ出すことを厭わない。モーリーだな。ラバレッテ男爵夫人の世話をしている。男爵夫人じゃなく駒使いに手を出したのか。ダンデリオンは身分で人を判断しない。知ってるだろう。よく物陰で二人きりなら皆平等と言ってる。なるほどな。真の詩人ともなれば人生のあらゆる面をあらゆる角度から観察していると。ありえないが、このマーベラに嫉妬しているように読める。いや、それはないな。元弟子だった女で、奴の話によれば彼女は。聞かない方が良さそうだな。かもしれんな。二人の関係はある時からおかしなことになっていて。というと？祭りのような仮装をさせて、互いにクリスティアンとアナスタシアという名前で呼び合いだとか。ふん、盗作した愛情か。これは序の口だ。私のオス馬と呼ばれた時も褒め言葉だと思ったらしい。だがある時、彼女が戸棚から手綱を出してきて、奴は窓から逃げたそうだ。ベスプラ、確か奴のズボンを窓から投げ捨てた女か。その女だ。奴のことを肺を患った生地声の悪党だと叫んでいた。その女だ。花瓶を投げつけた女か。昔の女は忘れがたいようだ。シンクのバラが自らの色を恥じるように、美しきローザは時に蒼白の憂鬱に浸る。文明的な礼節を脱ぎ捨て、ドワーフと共に汗をかく。ドワーフ？自分のことをドワーフと言うとはな。ドワーフはローザバル・アトレの飼っているグイールの名だ。いい名前だろう。彼女の父親はニルフガードの貴族で帝国の公使でもある。娘たちの習字法の家庭教師としてダンデリオンを雇ったが、ローザは剣術の方が好きだったようだ。あの偉大な吟遊詩人よりもどこかの剣士の方が好みだったと。それも一人じゃない。毎週毎週新しい指南役が餌食になったそうだ。奴が辞めちまって残念だよ。噂じゃ父親はまだ池に指南役を探してるらしい。世にも稀な二つの顔を持つ女性。瞳の奥を見よ、騙されたくなければ。おやおや、この女には熱を上げているようだ。ああ、わからんでもないぞ。それほどエルフの女を知ってるわけじゃないが、彼女は特別だ。フランチェスカ・フィンダベアですら羨むほどの美女だ。担当を譲ろうか。いや、お前が行け。なぜだ。わかるだろう。エルフの美女はボークレールの若いワインみたいなものだ。俺はストレートのウォッカがいい。知りたいことは全部わかった。助かる。揃えて全部払うわよ。利子もつけるから1週間だけ待ってちょうだい。ホアソンさんは銀行家じゃない。ただの誠実な男さ。期日までに払えば守ってくれる。払わなければ。助けて。何を叫んでやがるバカ女め。シス様が助けに来るとでも思ってんのか。そんなところだ。突っ込んでろよ白髪野郎。お前には関係ない。ベスプラには別の後ろ盾がつくことになった。そうかい。誰のことだ。物乞いの王だ。ジュニアと話をつけた。ここはもう彼の縄張りだ。そんな話は聞いてねえぞ。
ベドラムが自分に逆らう相手をどうするか知ってるだろう。実演してほしいのか。やめろフリッツ、ボスが決めたことなら従うしかない。ありがとう、本当にありがとう。親切心だけで知らない相手を助けてくれる人がいるなんて。親切心だけではない、全く知らない相手でもないしな。誰だったかしら。ああ、わかった、ダンディリオンを女遊びに連れ出してた。そう、確かジェラルドね。ジェラルドじゃない、ゲラルトだ。ああ、失礼、ごめんなさい。教えてくれ、ダンディリオンはどこにいると思う。どこかで女あさりでもしてるのよ、あのしゃがれた鳥みたいな浮気者。どうした、奴に何かされたのか。いつも通りよ、あの大嘘つきが戻ってきて、今度は死ぬまで話さないとかなんとか。その後1週間も経たないうちにハーバーサイドでどこかの商売女と腕組んで歩いてたわ。浴場の洗濯女のことを根掘り葉掘り尋ねた挙句ね、もうあざだらけになるまでぶん殴って耳を掴んで引きずってやったわ。他の洗濯女のことを尋ねたのか。いくら奴でも軽率すぎるな。泡まみれの女が好きなのかしらね。ああ、かもな。だが一体何を尋ねてたんだ。いろいろよ、浴場での仕事はどうだとか、仕事仲間はいるのかとか、何時から何時まで働いてるんだとか。彼の酒場でも洗濯女を雇うつもりだったのかもね。勘違いして怒りすぎたかも。ハーバーサイドで彼と一緒にいた女だが誰だ。コビリから来たメイだとか。どうせ勝負お得意の嘘よ。目玉が飛び出るほどコルセットをきつく締めてたわ。あの男の目もそうだったわね。芸術家だか勝負だか知らないけど大差ないわ。助かったよ。もしダンディリオンに会えたら伝えてほしいことはあるか。ないわ。でも彼は裏切り者の蛇野郎だけど、また会いに来てって言っといて。神を呪いたくなる天気や。ようこそ、いらっしゃい。さ、ダンディリオンの友人だ、エリハルを探してる。どのようなご用件かな。裾分けかい、ズボンの継ぎ当てかい、それとも靴下を作ろうかい。お前がエリハル。そうだ、驚くようなことはないだろ。悪い、そのエリハルはダンディリオンの恋人の中と。ああ、そういうことか。待ってな。これでどうだ。そういうことか。エリハルだ。ダンディリオンとはそのどうやって出会ったんだ。ある世の酒場だ。彼はしこたま酔っていた。何があった。何があったか、話しただけだ。それだけか。何が言いたいのかわからんが、一つだけはっきりさせておこう。俺は男には興味がない。彼にもそう言った。ありがたいことに彼は理解のある男でね、楽しい夜を過ごせたよ。以来いいお得意さんだ。ダンディリオンはよく来るのか。上等なダブレットを仕立ててみてはと何度も言ってるんだが、ボタンが取れたとか穴の継ぎ当てでしか来てくれないんだ。最後に来たのはずいぶん前だな。ゾルタンの上着を持ってきて、もう一つポケットをつけろと。変な注文だろ。それは口実で話をしに来ただけだと思ったよ。ダンディリオンとはどんな話を。何か尋ねられたりは。さあな、普通のおしゃべりだったな。ただそうだ、カルクスタインのことを繰り返し聞いてきた。もしお互いを理解し合っていなければ、彼とあの錬金術師が変な関係じゃないかと疑うほどだ。恋に浮かされたような口調だった。
何が何でも彼に会いたいという感じだったな。カルクスタインはノビグラドに会ってみたいんだが。ちょっと遅かったな。彼はウィッチハンターに捕らえられてしまった。大祭司広場で火炙りに処されたんだ。だが彼が灰になった後、すごいことが起きた。炎の獣たちが焼け跡を取り巻き、空高く駆け上ったかと思うと爆発して文字を描いた。何と書かれていたんだ。ラドビットはプニャチン野郎。余計なことを聞くようだが、何のためにそんな。この格好か。子供の頃、大きくなったらドップラーになりたかった。実際は仕立て屋だが、気づいたんだ。服や衣装は着る者の複雑な内面を余すところなく表現する手段だと。ある時はレダニアの伯爵夫人、ある時は鳩場の荒くれ者、真の自由だ。そうか。自分以外の誰かになりたいと思ったことはないか。ほんの少しも。常にウィッチャーでいるなんてひどく退屈だろう。なんとか飽きずにやれてるよ。感謝する。会えてよかった。お役に立つのはこれからさ。新しいズボンやベストが欲しくなったら迷わずここに来い。